芭蕉ライン、芭蕉ライン、芭蕉ラインチャンネル。それではご紹介いたしましょう。私の大先輩でございます、半田信也さんでございます。こんにちは。はい、よろしくお願いします。小沢村です。大スターでございます。本当にお世話になって、もう野球部の先輩でございます。懐かしいな。そんな深い思い出はないんですけど。今日ちょっと ね、やっぱり山形に来ましたら、こちらのひろとさん、ね、足運ばないといけないということで、ね、ちょっと、じいちゃん、信也さん、一つ、ちょっとチケットじゃあ、買わさせていただきますね。はい、上げていきます、上げていきます、上げていきます。はい、じゃあこちら極みセットのショー、これが人気ナンバーワンということで、こちらをちょっと回させていただきます。はい、極みセットのショー。はい、久しぶり、新役なんて久しぶりなんだからお会いするの、本当に大変失礼しました。じゃあちょっとですね、僕らテレビで見てるの、やめてください、だから見てねえから、恥ずかしくなるから。なんか僕は信也さん のお子様が修学旅行で来ていただいたみたいですよ。ありがとうございます。10月でいっぱい県内のね、修学旅行いっぱい来ていただいてますから、修学旅行いっぱい来てもらってますんでね。これすいません、座らせていただきます。すいません、おすすめの食べ方があるので、あら、はい、ちょっと動画で見てもらっていいですか。わかりました。おすすめの、おすすめの食べ方があるそうですよ。こちらおすすめの間のおすすめの食べ方が動画で確認してくださいということで、ちょっとレッドの人真ん中ですね。レッドの方がこちら、はい、ここが左で、はい、こちらを QR コードちょっと、はい、うん、豚チャーシューをミニライスに乗せます。あ、待って、これ最初からなってる。山品さんの人相悪いな。若いね、いつまでも若いから、信也さんね。あれ、こっちの方はどうなんだ、こちら。こっちは最近は。俺はやってないから。あ、やってないんですね。娘しかやってない。ああ、そっか。娘さんが、なんか、その専門で やられてるんで、プロでしょ。プロ、落ちました。ああ。落ちました。嫌なこと聞いちゃいました。すいません、触れちゃいけないところに触れてしまった。あの、それ以上落ちるものがないからね。あ、前向きですよ。私、あまり喋るとボロがですよ。頑張りましょう。いつもいつも。こっそりすごいものが。サスル TV の T シャツ。さあ、今日自動販売機の方にちょっと行かさせていただきました。主役はどう関係でこのサスルさんとご縁があって、まあ、もうちょっとこちらっつったら友達。友達ですか。プライベートで。あ、そうです。よくじゃあ山形来るの。仕事で来て、はい、夜飯行ったりとか。こちら出てまいりました。こちらが極み中華そばセットということになっております。すごいっすね。タシュタシュ、おいしそう。やべえ、これこれはやばいな。さっき動画で出た食べ方で、ね、そうですね、これ動画で出たんですけど、なんか半分にそのほらほら、これご飯に乗っけると、ご飯に乗っけるオンザライス、びっくりですよ。ぬるすごい、うわ、ん、うわ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 、ありがとうございます。下手くそなんだね。下手くそって言うね。それをおむします。まず肉をほぐしてくださいよ。大丈夫さ、ちゃんと見ました、説明見てますね。頑張りましょうね。これで、ね、これでマヨネーズをかける。卵をかけてから、卵をかけてから本当に見たんですか。本当に見たんですか、動画ちょっとおかしいな。卵をかけるんですね。卵をかけて、の最後を熱めっちゃくちゃ熱いよ。キャップしないですよ。頑張りましょう。キャップしたもう。ありますよ、本当にも。取れ高取れ高、すいません本当に、取れ高、すいません本当に、
まあ昔からこういう人間なんで、大丈夫、主役も知ってますからね。ニンニクはいいんですか？ニンニク、ニンニク、ニンニクトッピング、まずちょっとこれで進めさせていただいて、はい、いただきます。出ました、うめっ。マスク社会なんでニンニクが大人気です。あー、なるほど。匂いを気にしなくていい、気にしなくていい。うめっ、こう出ました。ゆめるけど大丈夫ですか？やめてもらっていいですか？先輩の店でそれでやめてもらっていいですか？じゃあ、この私だけであれだけは皆さん、ニンニクも一番しいのでね、ちょっと早速麺もいっちゃってくださいよ。まあ、極太麺じゃないっす、極太麺ですね。極太麺いきます。言葉はいらないよ。そこは目じゃないんです。屋上の目出してくださいよ。寄せようとしなくてもいいんですけど。どうですか、何ベースの味ですか？何ベースもう一回、いいか、どうぞ。なんかね、新しい味ですね。新しい味ですね。この店にもないような、このチャーシューの味が出てるんだよ。お肉の味が、お肉の味がスープにすごい浸透してますね。かなりガッチリ系、ガッチリ系の味がします。大丈夫。豪快にいった。うん、いいですね。目、目出ました。屋上の目が出た。やばいですね。しゃべってくださいよ、そこ。やばいんだ、大事ね。じゃあ、こちらのご飯食べるの。せいご飯もいってくださいよ。うん、かっこいい肉。どうですか、もう顔がほころんでますよ。もう顔だけで美味しいって言ってますよ。マヨネーズいいね。合います。でもすごい、もう煮てるだけでお腹空いてきますよ。皆さんは何を頼まれて、私たちは、はい、レッドですね。レッド富士セットでございます。赤いです。富士レッドね、こっちの普通の極みセットの辛いバージョン、辛いバージョンね。じゃあ、早速、ね、私たちも食べていきたいと思います。うん、こんなに素敵なお店で出会えるとは。そうそうそう、本当に良かった。すごい、ね、あの私ども今回あのこの山形に来たのはその自動販売機メニューでした。自動販売機メニュー、自動販売機メニュー、はい、いろんな自動販売機を買えるというで、これ、はいはい、今回あの、広田さんの七日町店の、はい、すするさんの、はいはいはい、自動販売機があるんです。それで、あと、あ、これで、そう、はい、もう地元の先輩ですし、あいつらでございます。金の名刺いただいたんですけど、もう次、迫力ありますよね。輝きが違います。山下さんの名刺が、ペラペラで曲がってる。曲がってるんでね、ちょっと。あのくらい立派な名刺になれるように、ね、私のシーズン曲げてきますよ。あ、だから、これが、そっくりマシーンです。はい、はい、はい。先導役さんが自腹シーンです。いただきました。ありがとうございます、これ。はい。なので今度アフロリュウジさんが一緒に私どもの YouTube に参加していただけるということで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。スナックダイの歌とか出るのかね。聞きたいですか？聞きたいですか？すごい辛いラーメンって言いましたけど、ああ、焼きそば、焼きそば系、こっちでやりますか？結構
構あの辛いの大好きで、あのそうなんですよ、あの食べれないでしょって言われて、あ、いけますってなんかちゃんとリアクションできなくて困ったことがあって、これはじゃあそっちの企画に持っていくしかないんじゃない。本当は辛いの得意なんです。大好き。あのペヤングだけ食べられる。ペヤングシリーズはちょっとね、しびれ系の結構あの韓国のブラックなんか辛いやつ全然しびれは全然大丈夫。あ、わかんない。しびれ系のペヤング、これいいじゃないですか。決まったんじゃないですか。船の上で激辛から船は出しますね。耐久、耐久中だから普段の方にも企画はなんかないかってこと言ってたもんね。はいはい、素敵なお店。こんな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 ダメだダメだダメだもうお腹いっぱいですありがとうございました。ちょっとね、これだけ聞きたかったのは、深夜さんがこのラーメン屋を目指した理由っていうのはなんかちょっとあるんですか。ラーメン屋、ラーメン、そう、何がきっかけで。いや、なんだろう、これといってないんだよね。ないですか。ごめんなさいね。なんか趣味だったっ、まあ、好きだったっていうのと、あとその、製麺をしてる、はい、すごい頭いっちゃってる社長と出会ったっていう。ほう、その戸沢流冷麺を巻いた会社で開発してるときに、はいはいはい、たまたまその製麺の機械を作ってる、四国の、はい、ぶっ飛んだ社長と出会って、はいはい、でこう人価値観が変わって、それでなんか知らないけど、まあ、自分でやるっていうのでラーメン屋をやってた。それは卒業してからの話ですか。学生時代とか。申し訳ございません。卒業っていうか、もういい大人になってからの話。そうです。最近新高校舎にいる間、いる時に、すいませんでした、大変失礼しました。から始まってて、今こうやって今4店舗経営されてる。でもまだまだ勉強してるやるべきだったな。全然勉強足りないんでやっちゃったから大変だった。今でも大変だけど、でもやっぱり楽しくないとやっぱあれですよね。今楽しいよね。なんか作ってるのが楽しいよね。なんか伝わってきますもん。そうですか。顔にやけてますけど大丈夫ですか。大丈夫ですか。喋んない方がいいな、これ。皆さんぜひこの広田遊びに来てください。遊びじゃねえや、ラーメン食べに来てください。よろしくお願いいたします。申し訳ございません。はい、はい、ということで今日は山形県の駅前にございます中華そば広田さんにお邪魔したわけでございます。お腹いっぱいですね。いや本当にもう何にも食べれない。今日はもう美味しかったですね。本当に美味しかった。特にチャーシューのね、これがすごかったですよ、ね、途中アフロさんの登場というので、そうですね、なんかスペシャルゲストをなんか突発で登場して、ね、本当にびっくりしましたけど素晴らしいお店ですよこちらは。目を言われてました。いろんな人と巡り合わせのお店でございました。皆さんぜひ山形スタジオの際はこちら終わらない。まだ行くの？まだ旅は終わらないんですよ。なんだなんだ、じゃあ行きましょうよ。もう行きましょうよ。ないんだから。レッツゴー。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。Thank you for watching. Please subscribe and hit the like button.